賞はスペシャライズの片山理恵。本当にその通りですね。スムーズにいきますよね。そうそう。いや本当そのためにあるみたいなサイズ。そして花束も用意されております。さらに華やかになります。ご視聴ステージありがとうございます。選手にレースを終えてどれぐらいでしょうかね。勝ちまして改めて一言伺いたいと思います。おめでとうございます。連覇ですよ。本当に9連覇。はい、9連覇しました。今日勝てる体制を完璧にレース終わるまで気を緩めず整えてくれたスペシャライズチームの皆さんありがとうございます。あと9年間変わらずずっと支えてくれた私は自転車店のみんなで、コースサイドで応援してくださった皆さん本当にありがとうございます。まあ、最近海外のレースがメインだったんですけども、じゃあ自分が海外で挑戦できるのもこの日本選手権がしっかり開催されて、そこで勝てるようにみんなが応援してくれて、そのプライドがあってこそ、その応援があってこそのことだと思います。本当そういう意味で、全日本選手権というのはすごい特別なレースなので、今日勝ててとても幸せです。ありがとうございます。その最後の幸せでという言葉しみました。大きな拍手をお願いいたします。フォトセッションをしてからシャンパンファイトへと移りたいと思いますので、まずはフォトセッションをさせてください。いかがでしょうか。もう慣れてらっしゃいますね。皆さんね、一歩ずつ田中選手も中村選手も一緒にやっていただいたらいいですよね。はい、その段の中で速さもこちらのパネルもいい感じだと思います。プレスの皆さんよろしくお願いいたします。25回その記念大会になります。エリート女子の優勝メンバー、表彰台メンバーでございます。OK でしょうか。それではラスト大きな拍手をいただきながらシャンパンファイトへと移りたいと思います。よし、エリート優勝の皆さんです。素晴らしいです。ありがとうございました。みんなが頑張りね。喜んでシャンパンファイトって田中さん喜んでシャンパンファイトお願いしましょう。お隣同士ちょっと確認しながら行くよっていう声をかけて行って、おー、危ない危ない田中さん、こっちに向けないでください。こっちに、シャンパンファイト25。まあさすがよく慣れていらっしゃいます。よく飛びます。プレスの皆さん大変申し訳ございませんけど、喜びのおすわりということで受け取っていただければ幸いでございます。いやー、ありがとうございました。